お待たせいたしました。マジカル未来2021企画展ステージテキストアライブ講座プログラミングコンテスト入選作品紹介です。どうぞ。はい、というわけで皆さんにこうしてお会いできて本当に嬉しいです。ここからは初音ミクマジカル未来2021、企画展ステージテキストライブ講座プログラミングコンテスト入選作品紹介を始めていきたいと思います。申し遅れました。私、加藤潤と申します。産業技術総合研究所の主任研究員を務めていまして、このようなさまざまなプログラミング支援の研究を普段はしているんですが、そのゴールが創作支援、創造性支援といったようなものになってまして、実はマジカル未来とのご縁もこれまでいろいろありまして、マジカル未来2018-19の初音ミクバースデーメッセージ企画ソングルシンクコラボであるとか、2018年にはライブでミディアという曲 の、 この映像演出の制作に携わらせていただいたりしております。本日はよろしくお願いいたします。こんにちは、三作の後藤です。私はですね、1992年から29年間音楽情報処理という分野を研究開発しています。音楽情報処理というのは、コンピューターで音楽を解析していろいろな新しい体験とか価値を生み出したり、あるいは音楽のいろんな側面を情報技術で扱っていくような、そういう研究分野です。でそうした学術研究を我々進める中で、もちろん学術論文もいろいろ書いてるんですが、それだけではなくて、こう作り上げた技術をぜひ直接皆さんに使っていただきたいという思いでいろいろなサービスを公開してきました。例えばこの画面の左下のソングルというサービスでは、これはインターネット上のいろんな楽曲を解析して、例えばピアプロやニコニコ動画の楽曲を200万曲以上もすでに解析して、それに基づいていろいろな新しい体験や価値を生み出してきました。また右下のソングリムというサービスでは、これは膨大な歌声合成楽曲を可視化してこう聴きやすくするような、そういう新しいサービスだったんですが、これは昨年の12月にこうした形で初音ミクと技術革新クリエイター支援のテクノロジーと題しまして、この番組の中でも取り上げていただきました。で特にこの右の真ん中にあるソングリム超歴史プレイヤーというのは非常に便利なので、ぜひ使ったことない方は触ってみていただけると嬉しいです。そしてさらにですね、この左下のテキストアライブ、これが本日の本題なわけですが、これは歌詞アニメーション、リリックビデオを手軽に作れるような、そういう創作支援のサービスです。そしてこの右下のキータというのは、これは音楽発掘サービスと我々が名付けたものなんですが、これはですね、膨大な歌声合成楽曲の中から好みの楽曲を効率よく探索して出会うことができる、そういうサービスです。これは2年前の8月にプレス発表をしまして公開を開始して、このマジカル未来の場でもご紹介をいたしました。これは今でもですね、三層検討クリプトフィーチャーメディアで共同開発が進んでいまして、同社が運営をしています。でこれは非常に便利なサービスで、皆さんがプレイリストを作って他の人に共有したりとか、いろんな形でできるような、それ皆さんがキュレーターになってこの歌声合成楽曲の魅力を広めていける、そういうことを目指したサービスなんですが、今年の夏にはですね、初音ミククロニクルとの連動企画がありまして、聞いて私のプレイリストというのが開催されました。これは皆さんが作ったプレイリストがこういった形でフィーチャーされて、みんなでこう共有して楽しめるという、そういったところで多くの方に参加いただき、非常に嬉しく思っています。でこのように聞いてというのは、基本的には音楽を発掘したり、みんなで共有、みんなにこう教えてあげるような、そういうキュレーター的なサービスなんですが、昨年のになってですね、音楽発掘カフェ、聴いてカフェという新しい機能を我々は開発して公開しました。これは今のなかなかこうですね、音楽というのを一緒に集まってみんなでわーって盛り上がりにくい、そういう状況でも、インターネット上の聴いてカフェに集まってみんなで同じ曲を同じ瞬間に楽しみながら、自分の好きな曲をですね、他の人が気に入ってもらえるような、そういう習慣を見られるサービスで、これは非常に楽しいので、もし使ったことない方がいたら、ぜひこの聴いてカフェ触ってみていただきたいんですけど、多い時にはこの下の図にあるような形でですね、たくさんの方が集まってわーっと盛り上がるようなことも起きます。でこれがですね、普段はそこにいらっしゃる聴いてカフェに来ている方々のそれぞれのお気に入りの曲が順番に流れたりするんですが、コラボイベントが昨年夏から開催されています。このコラボイベント期間中はですね、ちょっと特別なプログラムでプレイリストに沿ってこう事前に決まったですね、プレイリストでこういうふうにみんなで一緒にそれを楽しむということができるんですが、
まさに昨年の8月にこれが始まりまして、クリエイターズマーケットオンラインのコラボで始まり、その後もつながる未来や試される未来、またその後初音ミク重ねてとグミ の、まあその記念日企画としても行われています。これは我々が企画するというよりはユーザーの皆様から企画いただいてですね、あたかもこうなカフェで貸し切りイベントみたいなのがあると思うんですけど、あんなイメージでこう音楽カフェの聴いての貸し切りイベントみたいなのがこういった形で使われるというのは我々当初想定しなかったので非常に楽しく思っています。で8月にはですね、ボーカルド DJ ステーションとして毎週金曜日に違う DJ の方の選んだプレイリストが流れたりとか、あとはですね、8月31日にはもちろん初音ミクの誕生日をみんなで祝うということが行われました。でその時の様子なんですが、こんな感じでですね、かつてないほど聴いてカフェに人が集まりまして、200人以上の方々がもう0時になった瞬間におめでとうって言ってこう盛り上がるという、そういうことが行われたりしましたので、非常にこういうイベントの時も普段の聴いてカフェも楽しいんですけど、こういうイベントもぜひ見ていただければと思います。で見逃しちゃったよと思ってるそんな皆様のためにですね、11月5日にはもちろん、メイコの誕生日ですので、メイコ誕生日企画が行われます。11月4日の夜11時半に始まりますので、そこで集まっていただき、0時0分になった瞬間をみんなでおめでとうと言える、そういう企画ですので、もちろんこれ全部無料で使えますので、ぜひですね、アクセスいただければと思います。それだけではなくてですね、さらに11月の5日と7日にはまたつながる未来の、昨年もやったですね、つながる未来とのコラボ企画があります。5日7日両方夜9時から始まりますので、こちらもね、非常に魅力的なプログラムになると思いますので、ぜひ一緒に楽しめればと思います。お集まりください。というわけで、今右下のキーテについてついつい熱く語ってしまったんですが、本当にいいサービスなんでぜひ使ってほしいんです。で今日はですね、本題はこれではなくて、もちろん左下のテキストライブなわけです。というわけで、ここから本題テキストライブに入ります。はい、ありがとうございました。というわけですね、ちょっとイントロが随分熱がこもってましたが、この後はなかなかこう静かにやっていこうかなと思います。それで、テキストライブの話に入る前にですね、リリックビデオというものについて少しご紹介したいと思います。マジカル未来2018のライブで、この先ほどご紹介したこのミクさんの上に出てるやつですね、歌詞がタイミングよく出る動画というのが流れたんですが、これがリリックビデオです。で2018に続いて2019の時もこの動画の制作にテキストライブが使われています。そしてこの歌詞がタイミングよく動く動画、リリックビデオを簡単に作れるウェブサービスというのが我々産総研が開発しているテキストライブということになるわけです。で使い方なんですけれども、基本的には3ステップだけになります。ボカロ P の方など自分の曲を持ってらっしゃる方はその楽曲の MP3 をアップロードして歌詞を入力する。そうするともう基本的には動画がもうポンと出てきますので、それに対してこう自分好みに編集する操作をして、最後に動画を書き出してダウンロードして動画配信サービスにアップロードという流れになっています。つまり楽曲と歌詞を指定すればすぐにリリックビデオが作れて編集できるという手軽なサービスになっていて、編集ってそれこそ難しいかなと思われるかもしれないんですけれども、こういうインターフェースになってます。ですね、もう楽曲ページを開くとまず再生ボタンが出てきて、で再生するともう動画が流れます。この時点で結構かっこいいんですけど、下のスタイルと呼ばれているパネルをクリックすると瞬時にその同じ楽曲、同じ歌詞なんだけれども違う見た目のスタイルの動画をいろいろ試すことができます。で気に入ったスタイルがあったら、その中でこのフォントを選んだり配色を選んだり、いろいろ細かいパラメータを調整していって、その自分好みの動画を作り上げるということができるようになっています。はい、という、テキストアライブなんですけれども、で、こうしたことが可能なのは技術の力があるからなわけで、実際にさっきの歌詞の一文字一文字のタイミングみたいなものを自動的に推定できる音楽理解技術が裏側で使われています。例えばビートに合わせて演出が動いたりするのも、それも解析結果に基づいた演出が出ているわけです。でさらにそれだけではなくて、先ほどのウェブブラウザの上でその場でリアルタイムに映像が合成されているんですが、それはこの右側のプログラミング環境技術によってそれが可能になっています。そうした新しい技術の力で今のようなサービスが可能になり、だからこそまあ我々自身もそういうサービスを開発しながらですね、皆さんに使っていただくようなそういったことを取り組んできています。はい、というわけでこのテキストアライブなんですけれども、活用事例も様々増えてきていまして、こちらは先ほど紹介したマジカル未来2019の動画のメイキングになります。
この、下がテキストライブで制作した動画で、上がですねそれをさらに、作り込んだ動画になってます。つまりライブで使ったのは、実際には上なんですけど、そのベースになる動画を、テキストライブで作ったという形ですね。このようにテキストライブ単体で完結するワークフローじゃなくて、そこで、基本的な文字の動きみたいな部分を作った上で、それをこうさらに作り込むということが、近年、いろんなそのクリエイターの方々の中で一般的になってきてまして、例えばですねビッグヘッドさんという方がリリースされたこれは PV なんですけれども、この曲では動画があるので流してみます。雪原の真ん中にミクさんが立ってるんですが、この上ですね上空に浮かんでる、ここが実はテキストライブで制作した、基本的には 2D の、 2次元の動画なんです。それを 3D 空間に配置することでかなり効果的な 3D の PV が作れているというわけですね。で同じビッグヘッドさんなんですけれども、これはつい最近なんですが、このバーチャルライブの空間でテキストライブを、活用いただいてます。このもうやっぱり最近こうライブになかなか行きづらいということがあるわけですけれども、この本当にライブ空間をバーチャルで再現したときに、このステージの後ろの映像のところでテキストライブを使うということをされていて、これもかなり、豪華なテキストライブの使い方かなと思います。で、やっぱりこうやって作り込んでる例をどんどん見ちゃうとですね、こう本当に作るの手軽なんだろうかと思われるかもしれないんですが、ボーカロイドコレクションという、イベントと、我々タイアップしてまして、これまでにニコ生の番組で例えばテキストライブ、活用講座というのをイージーポップさんと、やったり、君もボカロ P になってみないかというような、ニコニコニュースの公式番組なんかでこう放映されるような、ここに私も出演させていただいてて、こうやっぱりテキストライブをどんどん手軽にみんなに使ってほしいなと思って、我々もいろいろこういうところでタイアップさせていただいてます。この左下のバナーがですね、これ我々が作ったわけではなくて、僕はこれが作ってくださったんですけど、こういった形で僕はこれ側でもですねテキストライブでぜひ動画作りませんかみたいに呼びかけていただけているのは非常に嬉しくて、やっぱりなかなかこう楽曲は作れるけど映像まで手が回りにくいっていう時に、こういうテキストライブのサービスがお役に立っているようで、非常に我々も嬉しく思ってますし、そういった作品が発表されるのを見てもとても嬉しく思っているところです。はい、というわけでですね、実はつい先日このボカコレ2021秋というのがあったんですが、そこでも使っていただいている方がいらっしゃいましたので動画をぜひ紹介させてください。一ノ瀬ルポさんという方のサマーライツという楽曲の PV です。この、メインビジュアルは左に出てるんですけども、この右側の歌詞が出てるところですね。こういうふうにこう、歌詞の基本的なモーションとその、テクスチャーの部分は、テキストライブで作って、そこにこういろいろ重ねて効果を重ねることで、綺麗な PV ができているというのがお分かりいただけるかと思います。はい、というやっぱりこういう活用いただいている事例を我々も見るとですね、毎回本当に嬉しく思っています。で、そのテキストライブなんですが、すみません、この3ステップで作れるという話をしました。この使い方の、詳細については、実はテキストライブ活用ガイドブックという、これ PDF で配布しているものがあります。先ほど紹介した、ボーカロイドコレクションという、そのイベントのテキストライブの特設ページで公開してますので、ぜひ、それをお供にテキストライブをご活用いただければと思っています。それで、そういうそのリリークビデオがどんどん、最近一般的になってきていると思います。ニコニコ動画、 YouTube、 さまざまな動画配信サービスでリリークビデオを皆さん手軽に、楽しめるようになってきたと思います。でこれ作り手側からするとやっぱり歌詞に込めたメッセージを視聴者の方に届けやすくなるっていう、ことがあって、やっぱりみんなこうできれば歌詞を入れたいっていうモチベーションはお持ちなんですね。ただそこで制作に手間がかかるという問題があったところ、テキストライブなどのやはり技術の力でこれがぐっと身近になってきているということが背景としてあるのかなと思います。ただテキストライブの開発者としてやっぱり私がこう開発中にですねちょっと課題を感じたところもありまして、こうせっかくですねウェブ上で好きな演出を組めるようになったわけです。でも最終的なアウトプットがリリークビデオなんですよ。つまり最後に動画配信サービスにこうアップロードして、もう基本的にはこうみんなが同じものを見るっていう前提でその演出のプログラミングができるようにしてしまっているがために、こう例えばそうですね、こう見てる地域によって違う PV が見られるとか、
こう時刻によって違った演出が出る、あるいはもう PV の途中でユーザーが選択するとこう PV の中身が分岐するとか、そういったようなことが本当はこう楽曲、歌詞、ウェブの組み合わせであればできるはずだなっていう、そういうそのポテンシャルもこう我々としては感じてたんですね。でそこをなんとかこう実現できないかなと思って、昨年提案させていただいたのがリリックアプリという新概念になります。これは音楽に合わせてその歌詞がタイミングよく動くというところはリリックビデオと一緒なんですけれども、それだけではなくて基本的にはプログラマーの人が、これは開発するものになっていて、タッチ操作で展開が分岐するとか時刻とか地域とか先ほど言ったようなそのインタラクティブなプロモーションビデオみたいなものを開発できるように になっています。で我々としてはですね、目指しているのは楽曲をこう、作り手さんがリリースするときにプロモーション手段としてビデオを配信するだけじゃなくて、もう新しくウェブアプリを楽曲ごとあるいはアルバムごとに出してくれたらいいなと、そんな世界観が来ないかなと思ってこういう技術開発をしています。でただこの我々としてはやっぱり技術を提供することはできてもですね、この世界を実現するっていうのは我々だけではできないわけです。そこでこのリリックアプリを誰でも開発できるように JavaScript 用の API を一般公開したのが昨年のことになります。でこれ API の使い方詳しくはですね、動画なんかもあるのでぜひご覧いただきたいんですけれども、この API を一般公開してプログラミングコンテストができたという経緯だったんですよね。でこのテキストアライブアップ API 昨年公開する前に我々が開発している途中に実は私から伊藤さんにご紹介する機会がありまして、でその時に伊藤さんがこれをですねご覧いただいた時に、これは未来だと、だからこれは素晴らしいのでぜひこれでマジカル未来のプログラミングコンテストをしませんかというふうに伊藤さんからご提案いただきました。で我々も非常にそれに喜んでですね、マジカル見てまさにこうクリエイターの祭典なわけで、そこの場でプログラマーも活躍できて、しかもこういう先進的な API でコンテストができるというのは素晴らしいことだなということで始まったのが昨年のプログラミングコンテストです。はい、という、わけでですね、昨年マジカル未来初のプログラミングコンテストが開催されたわけなんですけれども、課題としてはですね、このマジカル未来のテーマ曲に合わせて歌詞などの映像演出が動くアプリケーションをテキストライブアップ API を使って開発してくださいということを、このコンテストが開催されました。でただこれ結構条件としては厳しくてですね、なんでかというと最先端の技術をもう本当に9月とかに公開したものを使ってみんなでこうプログラミングコンテストするので、本当にこれ集まるんだろうかとか我々主催そのなんていうか我々協力してる側としてもすごく心配になったんですね。ただ蓋を開けてみたらもう力作ぞろいになっていて、でもともと優秀賞だけ授与しようねっていう話でクリプトンさんから伺ってたんですが、もうクリプトンさんの中でもですね、もうこれは優秀賞だけではとてもという話で奨励賞も3つあげようということで、いろんな賞を授与されるということに決まったということで我々としても大変嬉しく思っていました。でちょっと時間の関係で全部は紹介できないんですが、優秀賞の作品をこれから、お見せします。これ昨年のですね、優秀賞を取られた作品です。ミナッティさんの歌っていただいたという作品で、ちょうど真ん中に今ミクさんが出てきましたが、もうすでにこの上でいろいろパラメータいじってるんですが、これ好きな曲でこのアプリを起動することができて、ちょっとこの右側に薄く出てる、左側に薄く出てるのこれキャラクターを切り替えたりもできるんですね。で曲の再生が始まって歌詞が流れ始めるとですね、こうやって文字がこうタイミングよく出るっていうだけじゃなくて、これ視点もぐるぐる切り替えられますし、こういろいろそのタイミング出すタイミングとか配色とかいろいろ調整できるんですね。でこれがですね、はい、今サビになったんですけど、サビのところで演出が豪華になるみたいなこともやっていまして、このあたりは3層系の技術でサビを自動検出したり、あとはビートに合わせて何か、演出をしたいというときにビートの情報を提供しています。そういった情報をこういうプログラマーの方々が効果的に使ってくださって、こういうリリックアプリというものが実現しています。はい、というリリックアプリなんですけれども、テキストアライブとしてはですね、こう、昔からこう歌詞の、テキストというのはブレットでついてきてこう音楽と一緒に楽しまれたと思うんですが、そのブックレット、リリックビデオに加えてこのリリックアプリという新しい手段をクリエイターの方々に提供したいと思っておりまして、でこの音楽とプログラミングの未来をぜひクリエイターの皆さんと一緒に作っていきたいなと思って技術開発をしているところです。で昨年このプロコンの最後にも申し上げたんですけども、さっき後藤も申し上げた通り、やっぱりこうマジカル未来ってこう作詞作曲
イラストのクリエイターの方々っていうのはもうこれまでも、すごく活躍されてた。でそれに昨年初めてこのプログラミングコンテストというものができた、ためにプログラマーの方々もこの場にみんなで創作をこうやろうっていう、そこを盛り上げることができて我々としても本当に嬉しく思っていました。で、まあ、昨年そういうふうに嬉しく思っていたわけですが、今年になってまたですね、クリプトンさんがこのマジカル未来の場でプログラミングコンテストを再びやりましょうというふうに言ってくださって、改めてまた嬉しく思っています。そしてこの場があるわけです。では、ここからはですね、その実際にプログラミングコンテストを発案いただき企画いただき、また今回主催いただいている伊藤さんにご登壇いただきたいと思います。伊藤さん、お入りください。どうもなんかこんなにたくさんの人の前で話すと1年ぶりぐらいなのでちょっと緊張しますね。そうですね、はい、ちょっと圧倒されてますはい、じゃあちょっとはい、以降ちょっと僕の方でお時間いただきまして、プログラミングコンテストも完全に略してプロコンって社内では呼んでますけども、プロコンのその紹介を、したいと思います。というか今日は入選作品の紹介ですね。そうですね、はい、ただその前にプロコン自体の紹介も、はい、ぜひ。その前にですね、プロコンの、まあ、概要をちょっとお話ししたいと思うんですが、あれ、ちょっとすみません、かぶりました。マジカル未来、皆さん参加されてますが、まあ、創作文化の、まあ、ある種の文化祭のような形で開催しています。で、まあ、音楽を作るクリエイターさんや、イラストを描くクリエイターさんとか、さまざまなジャンルのクリエイターさんが、まあ、このお祭りに参加して、それでまあ、なんかものづくりっていいなとか、なんかこういうその、まあ、自分の特技を生かしてなんか仕事をしたりとか社会に役立ったりとか、そういうようなことを改めて実感する機会だと思うんですよね。でこの機会に今までプログラミングっていう、まあ、プログラマーの方も結構いらっしゃると思うんですけど、この場にもですね、プログラミングっていうそのなんか観点で参加することってあまりなかったんですよね。でそういうまあ、状況ということを僕は知ってたんで、後藤さんや加藤さんがタキストアライブのアップ API を開発しましたというのを見せてもらって、これかなりプログラミングの力で、まあ、創作文化というか、まあ、すごくコラボレーションだったりとか発展させたりとかっていうことに、役立つなと思いまして、まあ、それでプロコンやりましょうよという話を、させていただいて、それで去年第1回目の、プログラミングコンテストを開催させていただきました。で今年もですね、改めてプログラミングコンテストを開催するんですけども、まあ、プログラミングコンテスト、テキストアライブアップ API のことは先ほど加藤さんの方から、ご紹介いただいたので、まあ、ちょっとかいつまんでという説明になりますが、この、まあ API ですね、まあ、API っていうのは、まあ、プログラミングの部品なんです。ゼロから開発すると大変なんですけど、部品が、まあ、提供されているので、そこの部分をショートカットして、まあ、その例えばデザインだったりとか操作性だったりとかに、まあ、すごく時間を割いて、まあ、アプリケーションを開発するための部品なんですよね。でこの部品が提供されることによって、まあ、音楽や歌詞アニメーションを、まあ、自分の手元の、まあ、スマートフォンとかパソコンとか、まあ、ブラウザーですけどね、その上で動かす、アプリを、まあ、プログラミングの心得がある方は頑張って作り上げることができるっていう、そういったまあ、環境になりますので、これを活用しながら、まあ、マジカル未来等でその、よく聴く音楽を、画面上で動かすみたいなことを、まあ、コンテストでやりましょうかということに、まあ、なりました。具体的なその、ドキュメント環境はですね、結構加藤さん頑張って日本語だけじゃなくて英語でもドキュメント整備されているので、こちらの方にアクセスしていただくとすごく、まあ、詳細なドキュメントが手に入ります。
で、今年 のプログラミングコンテストは、ですね、まあ、去年と同様ですね、対象曲を、設定をいたします。でその曲に合わせて動くアプリケーションを、まあ、作って、その、まあ、出来栄えによって審査をするという形に、したいと思っています。でですね、去年はですね、まあ、プロコンで、使ったの対象曲は、まちかど未来の2018から2020年のテーマ曲3曲を使わせていただいたんですね。で今年のプロコンは、まあ、毎年恒例になってくるということもありますが、まちかど未来の楽曲コンテスト、開催いつもしてますけども、そちらの入賞作品6作品を課題曲に、まあ、使わせていただきました。で、まちかど未来楽曲コンテストはですね、まあ、素敵な楽曲を作る、まあ、クリエイターさんが、まあ、たくさんいらっしゃるわけなんですが、そういったクリエイターさんの活動を、まあ、支援すべく、まあ、まあ、まちかど未来として開発する、イベントでして、2017年には、まあ、初めて、1回目 の, そのコンテストを開催しまして、今年でなんと5回目 の, コンテストを開催しました。で実際にその選定された曲は、グランプリと選定した作品は、間違い目のステージで演奏するんですよね。それが、まあ、得点ではあるんですけども、で、まあ、惜しくも漏れてしまった作品であっても、準グランプリとして表彰しておりまして、まあ、オフィシャル CD 等に、収録させていただいたりとか、間近の会場で流したりとかさせていただいています。まあ、なので皆さんにとってはすごく馴染みの深い楽曲もあるかなと思います。でですね、今ちょうどかかっているこの曲はですね、はい、今年の、グランプリ作品ですね、ブルースさんのファーストノートという楽曲です。はい、最後ファーストノートで終わるところでちょっとぐっと私なんかはくっつけてしまうんですけども、この曲がグランプリでした。あ、で次 の, 曲はですね、次からの 準グランプリの作品なんですけども、ご順音順紹介しますと、この1曲目はですね、真島由朗さんの嘘も本当も君だからという楽曲でして、結構中毒性があるようなシンセのリフがあって、まあ、結構僕こういったちょっと聞こえづらいかもしれないけど、シンセベースが太いんですけども、こういう曲好きですね。うん、大丈夫です、やっぱり、はい、次の曲はですね、ラテルネさんのその心に、その心に灯る色はという、楽曲です。で非常にだからライブ映えするんですよね、このなんか聞いた感じで、なんかすごくポジティブでエモくて、そういうステージ映えするなという印象を受けました。まあ、ミク の, 声も結構伸びやかでいいなと思いました。次 の, 曲はですね、白熊消しゴムさんの、夏をなぞってという、楽曲でして、センチメンタルな、まあ、歌詞とメロディーですね。結構プロコンでもこの曲好んで使われている方が多かったなという印象があります。クリエイターさんの名前もちょっとなんかユニークですよね。その次の曲はですね、ガクチャさんと読むんですかね、ひそかなる行進曲という曲です。非常にカラフルで、まあ、行進曲、字は違います、行進曲っていう感じがすごくして、なんかジャンルもですね、アイリッシュかな、なんかテックスメックスかな、でも民謡みたいな感じもあるし、なんかジャズっぽくもあったりとか、すごく多彩でした。で最後 の曲はですね、ちくわさん の, フリーダムという楽曲で、ルカさんが歌う、まあ、なんかダンスというかディスコサウンドですね。で結構このなんかちくわさんブラスのアレンジがすごく得意な方なんですよね。で多分アースとかジョージ・デュークとか好きな方なんだろうなと思って聞かせていただいてます。はい、ちょっと、まあ、以上今年の間近未来、間近未来の楽曲コンテストの入場作品をまずはちょっとご紹介させていただきました。どうもありがとうございます。で以上の6曲の作品を、課題曲に設定させていただきながら、プログラミングコンテストを、プログラミングコンテスト の, 作品を、公募させていただきました。で募集期間はですね、7月から、7月の真ん中からですね、
9月の末まで、募集をいたしまして、まあ、トータル20作品が今年は集まりました。ありがとうございます。で、今日ここで、まあ、すでにもう発表はされているんですが、10作品を、その中から20作品の中から絞らせていただきまして、昨日からですね、ユーザー投票が開始されました。で、ユーザー投票の締めがですね、あまり時間がないんですけど、10月の、28日の、午後5時までがユーザー投票の作品の、締め切り日です。で、その後まあ、ユーザー投票の結果を考慮しまして我々で、入賞作品を決定するという流れです。で、決定は作品の発表はですね、マジカルの東京会場ですね、こちらの方で発表させていただきます。はい、こちらはミクナビというアプリの方で、1人1票という制限付きで応募というか投票ができます。ですのでふるって皆さんご応募いただければと思います。じゃあここからですね、入賞作品の、入選作品ですねの紹介をですね、加藤さんの方にお願いしたいと思います。はい、というわけでここからは、プログラミングコンテストの、10作品を、エントリーナンバー順に紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと待ってね、すいません、カーソルが。はい、というわけで、エントリーナンバー順でまずはエントリーナンバー1番の、作品から、宇太郎さんの君を探す夏という作品です。で、これはですね、この 3D 空間の教室の中にいます。で、これクリックで、自分の好きなところに、歩き回ることができて、これ黒板に最初は歌詞が出てるんですね。あと左側がですね、これテレビが映ってると思うんです。ここにもともとの、YouTube の動画が張り込んであったりして、結構そういうところも細かい、演出が、あります。でですね、これもう本当にこう教室の中、全面を、使ってまして、例えば今は、机の上に歌詞が出てますよね。でこう机を順々に見ていって、最後窓の外をなんとなく見てると歌詞が窓の外から降ってくるといったような演出があったりします。で、まあ、窓の外を見てるとですね、これ曲も結構ノスタルジーな感じなんですが、だんだん時間が経っていって夕焼けが来て、こう夜が来るという演出になっています。この後ろの黒板も使ってるんですね。で、だんだんもう暗くなって夜だなと思っていますと、このように夜なので花火が上がるという演出があるんですね。なんか時間の変化に伴ってこうやって演出が変わってくってところの、その作り込みとこの発想がすごいいいですよね。そうですね。なんか今度どこが変わるんだろうって結構そうなんですよね。ぐるぐる動き回ったりとか、実際これ自分で操作できるんで、こう見逃しちゃうんですよ。なんかちゃんと操作しないと。それも含めてインタラクティビティがあっていいなって、ビデオじゃ絶対できない表現っていう感じがします。はい、そうですね。じゃあ、次の作品に行こうかなと思います。次は配置で PV です。 UPC17123 の作品、こちらはですね、もうタイトルの通り配置で PV を作るというものです。これ左上に、インターフェースが出てるんですけど、こう配置したい、まあ、もののアイコンが出てて、クリエイトっていうボタンを押すとそれを配置できます。これは今リリックスの、パーツを配置しました。そうするとそこに歌詞が出てきます。次にミクさんを配置します。で、これ一つだけじゃなくて好きなだけミクさんを配置できます。で、ミクさんだけじゃなくて、いろんな、パーツを、置けて、あとはですね、置いたパーツの、オプションというか、そのサイズを変えたりもできるようになっていまして、このあたりですね、あ、今消えてしまった。この後多分サイズ変えます。
やっぱりこう置いたり消したりっていうあの、まあ、PV を その配置を作っていく上で必要な操作というのが一通り揃っています。でこれあのすいません先ほど説明しなかったんですが背景も選べるようになってて今は斜めのしましまが出てます。はい、という形でいろんな演出があの自分好みにこう作れるっていうものですね。こういうなんか他の人のクリエイティビティを引き出すような環境じゃないですか。なんかそういうなんかメタな感じがすごいありますよね。これはそこが素晴らしいですね。しっかりと店舗に合ってますもんね。サイリウムとかネギとか。あ、そうなんですよ。あの周りに自分で置ける部品がどんどん店舗に合ってこう華やかにしようと思えば華やかにできるしっていうふうに。この人は自由度とこう、まあ、制約のこうバランスがよくできているというか音楽にこ うまく合わせるところはシステムがやってくれてこう自分はもう本当に気持ちよくものを置くだけでこうできるという。じゃこの人のクリエイティビティの細胞を見てみましょうか。こんな風にどんどん豪華になるんですね。これはたまたまこうなっただけであの皆さんが試せば皆さんなり そのそれぞれの思いの空間ができていくのでぜひ触ってみていただきたいですね。はい、でエントリーナンバー3番次はボイスシューターですね、これはチームでの応募ですかね。桜もどきさん、スパリダさん、七潮さん、ひろゆき、磯江さん、八橋さん、リオンヌさんで、これあのすみませんちょっと今選択画面をあのこれがもう本当に起動した画面で、スマートフォンでもパソコンでもこの画面が出ます。で選曲画面があって自分の好きな曲を選んで決定をするとチュートリアルが出てきて、タップでスタートと。これあの PV 作ってあの この動画を作ってくださったのクリプトの方なんですけど音ゲーがうますぎてですねあのこれ本当は失敗するとミクさんが悲しい顔したりするんですけどそうでしょうね確かにこんなに上手にすごい上手いあ今やっと見せりましたねさっきあのよく見てるとミクさんちょっと悲しい顔したりしますがあのこれはですねあの成功した時にちゃんとそのレーンにあの人が増えていくんですね。あのこれ右側がステージ あの想定になってましてステージの背景に出てるこのスペアナの表示なんかもこれはあの独自実装でスペアナのビジュアライザーを作ってらっしゃるみたいです。これ確か FFT の計算結果をソースコードに埋め込まれたような記憶が共感さしければあの曲ごとにそのちゃんと FFT ってあの要するに周波数成分 あの計算結果をあの事前計算で求めたデータをあの一緒にリポジトリに入れてあってあのコンテスト この対象曲に関しては全部このスペアナ表示がきれいに出るっていう。そうそう API で提供してないはずなのに なんでだろうとか思ったらそうだったみたいなはい、であのこれもちろんあのゲームになってますのでこうどんどん進めていくと曲が終わった時にですねやっぱりこれ上手すぎるんですよ。こんな左まで来ないですから普通僕やったら全然ここまで来ないんですけど、まあ、あの最後に、ちゃんとスコア画面が出るというものになっています。はいですね。はい、では次に行こうかと思います。エントリーナンバー4番、倉重美月さんのひそやかなる二次創作という、タイトルでこれはひそやかなる行進曲ダクチャさんの楽曲に合わせて作られたアプリです。はい、あの右下にですね元 あの PV が出てるんですけどもう見ると完全にシンクロしてますよね。でこうじゃあその同じものを再現するだけかというとそうではなくてこれあの今左を押してみようってちょっと指示が出てたんですけどあのインタラクティビティが埋め込んであります。こう PV と同じ展開にしたければあのちゃんとそのようにこうカーソル操作をしたりこうクリックしたりしていかなきゃいけないというふうになっててこれあの例えばですねこう今左向いてますけど右にカーソルを向けるとちゃんとキャラクターが右向いてくれてあの展開に追いつかなくなったりします。これはあのプロモーションビデオを再現しながらさらにインタラクティビティを足すというあの割とこれは新規軸 あのアプリかなというふうに思ったんですけれどもですね一番わかりやすいのはですねあここなんかも実はこの円が小さくなるのに合わせてスペースキーを押すとだんだんミクサーに色がつくという演出になってます。あの左下に音符で ×185 って書いてあるのこれスコアに相当するものですね。でこのあと、はい
これ実はですね、あの PV の中だとこの真ん中のキャラクターがぐにぐに動いてるんですけど、これあのアプリなんで操作できるんですよ、うん、自分でこのキャラクターをぐにぐにして遊べるっていう、あの PV の世界の中に自分が入ったかのような演出ができるものになっています。はい、というものですね。次はエントリーナンバー5番でタッチリリックワールド、ハスキーさんの作品です。こちらもあの曲が選べるようになってまして、プレイっていうのを押すと、この毎回ですね、実はこれステージの見え方が違うらしいんですけれども、歌詞がこう線の上に沿って出てきますよね。これがあの毎回その違う線の出方をするので、あの何度でも遊べます。であの真ん中のミクさんもこれあのよく見てると時々薄くなるんですけど、これあのほっとくと薄くなっちゃいます。実はこうタッチでこう線をなぞるだけじゃなくて、あのキー操作で、タイミングよくビートに合わせてこうスペースを押していかないとミクさんがあの色ついてくれないっていう、そういうちょっと憎い演出もあったりします。でもあの実際にこう触ってみるとこれすごい上手いのでずっと色がついてるんですけど、あの私がやった時こんなに色がつかなかった記憶が。そう、僕もここでこれをやった人の結果がここに出てるだけであって本当はなんか違うんです。そうなんですよ、一人一人違う形なので、もっと下手くそなやつを、はい、いやそうですね、あの下手な人、僕のデモ動画とかやったらもう本当にあの全然なんですけど、これもあのもちろん下にあのボーナスとかスコアとか出てますよね。曲 の, あの最後までいくとこうやってリザルト画面が出て、あのこの人はうまいんで、あの今グッドジョブって褒められてましたが、あのそんなような、形でですね、これもあの非常にあのいろいろとこう演出が、出て、まあ、うまく実装されているような、リリックアプリになっているかなと思います。はい、で次、エントリーナンバー6番ですね、高野助さんの音符の更新帯です。こちらは更新帯という、タイトルに込められた意味が、後ほど分かるといったような作品になっています。あとあのこれあのちょっと動画では紹介しきれないんですけど、あの下に、あそうここですね、実はシークバーがあったりして再生位置変えたり曲変えたりとかもあの割とあのスムーズに動く、あの実装力の、いろいろこう見えるあの作品だと思います。であの歌詞がこうタイミングよくあのポップな形で出てくるんですけど、これあのタップすると、あの指でタップするかマウスでクリックするとそこに音符が出てきます。なのであの好きなところにどんどん音符を置いていけるんですね。であの一応これあの置きすぎにならないように、あの上限の数もあのいろいろとあの制限されたりもするんですけど、これがそろそろかな。楽曲の区間によって演出が変わっていくんですよね。そうですね、サビで変わるでしたっけ。はい、あのこの後だと思います。これはあの、うん、ちょっとこうやっぱりやってるとですね、あのうおって思うんですけど、こうそこまでこうなんとなく置いてるだけのつもりだった音符があのいきなりこう更新し始めるっていう、あのそういう演出になってます。はい、でこれもですね、あの、まあ、どんどん曲が進んでいくとこの最後になるとですね、この自分が置いた音符がこう更新というかですね、こう自分のその置いたものがこうやって集まってきて、タイトルが出て締めと、そういったような作品になっています。はい、次は、エントリーナンバー7番の落書きミクさん、ナトクさんの作品です。はい、落書きミクさんというタイトルなんですけど、あの、まあ、本当にクレヨンで描いたような落書きのようなこの筆致の絵が出てますよね。今こうやってあの歌詞が、ミクさんからどんどんポン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 って出てるんですけど、あの音符に吸い込まれることもあれば、よく見てるとですね、あの歌詞が絵になることがあります。でこれあのちゃんと緑色の文字の歌詞は緑色の、パーツになります。
でこれはですね、もうちょっと行ってみましょう。だんだん完成が近づいてきましたね。こうやってミクさんがどんどん落書きをしていく、その歌いながら落書きをするという演出になっているものです。で実はこれ下に出てるネギにも意味があってですね、サビの部分はネギが大きかったりするんですよ。楽曲構造解析結果があそこに出てる。あれ飼育場になってて、 あの蝶を動かすと実は飼育ができるというそういう。でこれこのなんてパステル調の画像がソースコードの中に入ってるわけではなくて、普通の画像が入っていて、その場でパッチで分割してこういうマスクかけてパステル調のこういうのにしてるので、この絵の画像を切り替えれば他のにどんどんできるような、そういう実装になってるのもポイントでした。はい、これ今蝶々がまだ、真ん中ら辺なので最後の方までいきますけど、もう最後までいくと、こうやって絵が完成すると。でしかも元の絵じゃなくて、ちゃんとそのパステル調というかイラスト調の、絵が完成するというものになってできたというふうにミクさんが、自慢げに、言ってくれるというものです。はい、次エントリーナンバー8番の、ミクバンティアドロップさんの作品です。はい、こちらはですね、まあ、今ちょうど再生開始した直後なので左上に再生コントロールが出てますが、再生コントロールだけじゃなくて、実はブラシのオプションとかもいじれるようになってて、このあたりは実装力が光るところかなと思います。で今消してってますけど、黒板消しとあ と、チョークですねが、置いてあります。これはやっぱりこう初音ミクのこのマジカル未来のイベントで、みんなでこうチョークというかそのイラストを描くっていう文化があると思うんですけど、それを踏まえて作られたみたいで、特にそういうのをこう物理的にやりづらい昨今、まあ、こうやってバーチャルな、ミク版を用意することで、みんなで曲を聴きながら絵を描けると、そういった、趣向になっています。これ最初の作品の黒板にしたいですねそうですね、これマッシュアップに。これ実はシェアボタンみたいなのもついてまして、まあ、自分でそのスクショを撮って、それをツイッターとかで共有するっていうような機能もついてます。あとまあ、ちょっと憎いなと思うのはこれ右上がですね、10月15日って書いてあります。これは録画した日時です。つまりその日の日付が出てます。でその日の日直が、まあ、この曲のタイトル と、作曲者の方っていう、そういう表示になってるんですね。今日もちろん皆さんが開ければ10月23日になってるわけですね。そうです。これも他の人のクリエイティビティを引き出すというか、その場で皆さんが描いた絵でこう歌詞が彩られるというそういうものになります。はい、ちょうどこれ今色を変えたりしているところですね。これスクショ撮ってなんか SNS に上げたくなりますね。そうですね、やっぱりこのみんなで盛り上がるマジカル未来 の文化をちょうど反映したアプリになっているのかなと思います。はい、では次、エントリーナンバー9番ミクスライブ、時計ミクさんの作品です。はい、でこれはですね、まあ、審査員の中でもこう独特の世界観だよねということで非常に話題になったんですけれども、これ楽曲に合わせて歌詞がタイミングよく出るだけじゃなくて、裏にですね、さ、メーターみたいなのが見えてると思うんです。これもビートに合わせて出てたり、コード進行に合わせて、いろんな表示が出てたりします。でこれよく見るとミクさんのモーションが結構何種類か用意されてて、それがこう細かく切り替わったりしているところも芸が細かいところだと思います。これテキサライブアップ API ってこう文字の種類、日本語かどうかとか、助詞かどうか名詞かどうかみたいな情報も渡してるんですけど、それでちゃんとこのキューブが出てくるのが単調にならずに、ちゃんとこう名詞の部分はちょっと色が変わったりしてますね。あとは、まあ、楽曲構造の API で今サビの区間だから振り方がサビっぽく変わったりとか、まあ、コード進行が取得できる API でこう背景のこうコードの部分が変わったりみたいに、まあ、いろんな形の API を活用いただいてます。ちょうど乾燥っぽいからこういう動きなんですかね。この辺もいろいろと工夫されてるみたいです。ちょっとこのデモには入ってないですけど、右下のオプションっていうのをクリックすると配色も自分の好きなものに変えたり、もちろん違う曲を開いたりもできるようになっています。
はい、というのがエントリーナンバー9番でした、次、最後になりますかね、エントリーナンバー10番、沖さんのポリリズミックという作品です。いきなりインパクトの強いアスキーアートが出てきましたが、これはですね、演出がもともと3パターン用意されているんですね。この後順々にデモしていきますが、こうそれぞれにこの沖さんの思うミク像というのが反映されているそうです。ここはミクさんが誰にでもこう喋らせられるようなプログラムであるっていうプログラム性を表現しているというふうに書かれていました。次はライブステージの上のミクさんですね。アイドルとしてのミクさんみたいなものがここに反映されています。ペンライトも送られているんですけども、しばらくいきますが、確かユーザーが自分でペンライトを動かせるんですよね。そうですね、はい。これ演出もフリック操作で右左に切り替えられます。で最後の演出は、これは世界の中のミクさんという、世界中でミクさんが愛されている様子が、映し出されているということですね。で実はミクさんだけじゃなくていろんなボカロの配色がここに込められているというのも演出上のポイントなのかもしれません。というこの3種類の演出を切り替えながら、ものによってはインタラクションしながら楽しめるというものになっていて、もちろんこの曲だけじゃなくて全ての楽曲に対応している演出になっています。今はたまたまこの順番で見ましたけど、皆さんが操作するときはもう本当行ったり来たりどんどんすることもできますし、そういうのも含めてリリックアプリならではというところですね。そうですね、開くたびに演出が変わるというのもやっぱりこのリリックアプリの面白さかなと思います。実はさっき私ちょっと、一言も言わなかった作品が一個だけあって、なんかちょっと申し訳ない実は見入ってる間に次行っちゃってあしまったと思ったんですけど、ナンバーですか？ちょっと加藤が更新自分で PV がいじれるやつ、2つ目ですかね、4番目ぐらいだったかな、違いますね、これちょっと全く我々多分発言してなかった気がするのではい、はい、ちょっとすみません見入っちゃっててこれこういう PV をの世界観をなんかPV ってこう見るだけじゃないですか。で中で自分でグリグリできたり、なんかこうやっぱりこう動画の形で固定化されているものに介入できるっていうのがなんかこう未来だなっていうすごい思ってて、こうリリックアプリっていうのの一つのちょっとこれは我々も想定しなかったんですよね。 PV そっくりに作りながらまたその中で介入できるっていうところが、発想的にはこうすごいあっと思いました。はい、ありがとうございます。そうですね、元の PV を知っているからこそ楽しめるというところもあるのかなと思いました。以上で、10作品の紹介ということになるんですけれども、ちょっとですねエキストラステージを始めさせていただいてよろしいでしょうか。ここまではクリプトンでご審査いただいた結果なんですが、ここからは加藤の、はい、私のというより、はい、やっぱりですね20作品から10作品選ぶというのは我々たちも大変な、こう選定作業になってまして、どうしても漏れてしまったというものがいくつかありますので、その3つを紹介させてください。1つ目は文字空間という、タイトルでヒッタイト様の、作品です。はい、曲が始まるとですね歌詞が出てくるんですが、実は左下の、オプションを変えると今宇宙空間の中進んでるようになってますけど、進むような形にするか割と静かなところでリリックを見られるかっていうのが、切り替わります。でもうフレーズ単位ぐらいの、レベルで歌詞の出方が、変わってて、もう本当に凝ってるなと思います。よく見るとこの宇宙空間の中にもちゃんと、歌詞が一文字一文字入ったりしますというですね、こういう力作もあったり、次がペーパーミライという作品です。こちらは、紙芝居の世界観のミクさんということなんですけれども、曲が進んでいくとですね、このミクさんの下に、草が生えたり木が生えたりするということで、ちょうど今年の、テーマ曲マジカル未来のテーマ曲に、寄せて作った作品ということだそうです。で曲が、最後になるとこの世界ができたということで曲が終わると
そういう作品になっています。これしかもなんか外国の方じゃなかったでしたっけ？そうなんですよ。やっぱり海外の方からも今回プロコンいろいろ応募いただいてまして、そういう意味でも本当にありがたかったかなと思います。で祝って書いてましたね。そうですね。祝、はい、で、ちょっとなんか反応が悪いな。あとはですね、最後に一つ紹介するのが、こちらですね、三重苦ボックスという作品で、貴様さんの作品です。これ面白かったのがですね、日本語だけじゃなくて、中国語、英語だけじゃなくてですね、マレー語とかフランス語とか、もうなんか考えつくあらゆる言語みたいな感じでこう言語スイッチがついてて、あとカメラの、入力に対応してます。ただちょっと、バグがあって、動かなかったというところで線画になってしまってるんですが、本当はこれカメラの前で手を振るとこのキャラクターと一緒に、こうやってペンライトで応援しながら曲を聴けるというものになっています。で左に BPM が出たり結構演出がいろいろあるというものになっています。はい、正確には動くときもあったんですね。この両手がこうなんかそこにカメラでは実際現れてというのが見れたときも、はい、審査中はそういうのが見れたんですけど見れたときもあったんです。はいが、ちょっとやっぱりブラウザによってダメだったり、ほとんどの人で動かなかったりということで、船外ということで、まあ、惜しかったものもありますが、ここまで入選作品紹介とエクストラステージでした。なんか一見加藤が審査委員長っぽいですけど、実は全然そんなことなくて、これはあくまで審査はクリプトンでなさっていて、まあ、加藤と私がちょっと協力をさせていただいたということで、まあ、今たまたま加藤から3作品紹介ありましたけど、おそらく伊藤さんも他に印象の作品あったでしょうし、もう私も他にも魅力的な作品いっぱいあって本当は全部紹介したいところなんですが、ちょっと時間の関係からテキストアライブ EP を、はい、作った加藤から見たちょっと観点で3作品紹介させていただきました。はい、全部ソースコード読ませていただいてますということで、はい、で応募作品20作品のうちから今回10作品、入選を選ばせていただきました。でユーザー投票が、昨日から28日の5時までということで、皆様ぜひ、このミクナビから投票をよろしくお願いいたしますということ ですね、本日はこの入選作品の、ご紹介で、基本的にはこう全部、できたかなと思うんですけれども、本当に今回応募くださった、皆様に、感謝したいと思って、ここでまず応募してくださった方々に拍手を送りたいと思います。本当にありがとうございました。はい、あとは、我々からちょっと一言ずつですかね。じゃあ先生ながら私からこういうプロコンとかですね、新しい試みって、まあ、初回はなんだかんだうまくいくことも結構あるというか、こう新しいもの好きの方が来てくださるんで、そういう面でこう、まあ、なんていうかゼロスタートの良さっていうのもあるんですが、2回目って結構難しいと思っていて、まあ、前回 その、まあ、結果を皆さん見て、参加されているというところもありますし、まあ、そもそもやっぱり前回のを見てなんとなくそのイメージがつかめているところからの挑戦になるので、こう被らないようにとか考えることもいろいろあったかと思うんですね。それでもこんなにこういろいろ多様な作品が集まってて、もう本当に新しい発想がいろいろ詰まってると思ったんです。ここにやっぱり音楽の未来があるなと私は思ったので、本当に今回このコンテスト私ある意味参加させていただいて本当に良かったなと思っています。はい、ということで私から以上です。では、早速の後藤から最後に、我々普段やっぱり学術研究をしていていろんな技術開発をして、まあ、もちろん未来を切り開こうという気持ちでやってるわけですが、やっぱりこう我々が嬉しいのは論文で発表するだけではなくて実際にそれを皆さんが使ってくださるっていうところが非常にこう研究者としてやっぱり嬉しく思っています。で、まあ、そういった気持ちでサービスも作ってきてるわけですが、特にテキストアライブみたいに他の方のクリエーションにこうと掛け合わさるみたいなところは我々の想像を超えるような使い方っていうのがいろいろ出てきていて、実際テキストアライブの作品もですね、加藤と私で、まあ、時々加藤がですね、今年はこんな素晴らしい作品出ましたみたいに教えてくれる時もあったり、私も逆に見つけたりとか、ついにテキストアライブを使ってもらえているところでも非常に大きな喜びが研究者としてありました。それがこのプログラミングコンセプトで、さらにですね、API の形で使っていただくとまた全然違う発想と触れるわけですね。昨年のプログラミングコンテストでも我々すごい感動しましたし、今年のプログラミングコンテストでもまたこう我々が想定してないようなこういう API があるとこういうクリエイティビティと重なってこんな素晴らしい作品が生まれるんだっていうのを審査の過程でも見せていただきましたし、本当に実際参加いただいたプログラマーの方々には感謝していますし、ぜひこういった形でですね、こう創作活動がやっぱり技術とこういうクリエイターの方々の掛け算になると本当に
面白い未来が広がってきますよね。実際歌声合成、この初音ミクだってもともと歌声合成という、まあ、技術は研究開発はずっと昔からあったわけです。それが、まあ、実際皆さんに使ってもらうことでこんな風にこう素晴らしい文化に花開いて、まあ、今こういうマジカル未来でもいろんな形でそれがクリエーションがこう掛け合わさった結果っていうのが皆さん見てるわけですよね。同じように、まあ、プログラミングの力っていうのがまだまだ引き出される余地がありますし、こういう新しい先進的な技術が API の形で手軽に使えるっていうところと、うまくこう使えるとですね、あのこれプログラミングコンテストの間だけ使えますとかそういうもんじゃないわけです。あのもう今日からでも皆さん実際にこの API を使って、あの、まあ、昨年の作品とかもソースコードも公開されてますし、いろんなサンプルコードもあるので、あのぜひこれでプログラミング始めるみたいな方もあのいらっしゃるかもしれないですし、最初ウェブブラウザの上だけで本当に手軽にあのサンプルコード開いてちょっと書き換えると自分っぽくちょっと変わってみたいな、そういうなんかところからですね、プログラミングって始まっていくんですよね。なのでぜひ今回のコンテストで興味持っていただいた方は参加いただいて、あの実際にこのコンテストと関係なくですね、プログラミング自体ってすごいこう楽しいものなので、あの曲作ったりするのも楽しいし絵描くのも楽しいけど、プログラム書くのって別に他の人に誰にも発表しなくたって楽しい、そういう世界なんですよね。これをぜひ一人でも多くの方に、まあ、こういうきっかけで興味を持っていただいて、こう加わっていただいて、こういう文化が花開いていくことを非常に願っています。今回本当にいろんな方々に応募いただき嬉しく思ってます。どうもありがとうございました。はい、はい、まずはですね、こういったあの、まあ、プロコンを開催するために必要なあの技術をあの研究開発いただきまして本当にありがとうございます。加藤さんどうもありがとうございます。まあ、音楽、まあ、先ほどの後藤先生もあのおっしゃったようにですね、うん、音楽って結構テクノロジーとすごくあの密接なんですよね。あの、まあ、歌声合成技術があって、まあ、ボーカルドが、まあ出来上がって、まあ、それでミクとかこういったムーブメントが起きているのも一つの、まあ、テクノロジーが引き起こしたあの 事例だと思いますし、まあ、それ以外にもシンセサイザーとかあの、まあ、ちょっとテクノロジーが違うかもしれないけどターンテーブルとかそのまあ、PA というかあのこうやっての電気で増幅するあの音を増幅するのってつい最近なわけです、まあ、最近でも100年とかその前まではあのアコースティック楽器が届く距離ってすごく限られてたわけですよ。だからその空間密閉してあのホールとかの技術が、まあ、あの建築技術として、まあ、あの音楽を奏でるしかなかったんですけども、まあ、それでも何万人の人に一度に聞かせることはできなかったんですけど、インターネットって、まあ、今 YouTube でも配信してると思うんですけども、あの何万人かの人にも向けてあの発信することができる、これはテクノロジー の産物ですよね。であの音楽は、まあ、そういう意味でそのテクノロジーとすごく密接なので、あの、まあ、テクノロジーを積極的に活用していくっていうのはなんか、まあ、あのすごく音楽を音楽となんていうか、テクノロジーの狭間にいる身としてはすごくワクワクすることなんですね。であのマジカル未来に参加されている方に結構あの技術系の方が多いなっていう印象が僕はあるんですけども、なんかこういった技術を活用することであの実は本当に世界を変えてるんだと思うんですね。あの知らず知らずのうちに、だからそのなんかまあ、こういうまた新しいものがあの起きたんだなっていうふうにちょっとまあ傍観するだけじゃなくてちょっと参加してみませんか。なんかあの意外とあ自分でもなんかすごいなんか技術ってあの先にで作れたということをあの実感できるかもしれませんし、あの一度始めてみるとあの奥深さがあの見えてくるかなと思いますし、あのぜひあの技術をやっている方はあのテキストライブやプレイ API を使ってみると結構面白いかなと思っております。また来年もあの同じように開催できるようにちょっと頑張ってあのなんかいろいろ技術とかも多分加藤さんのことなんで進展をさせていく部分もあると思いますし、あのこれからも引き続きこういった形であの技術を使った実証ですね、マジカル未来の場で試して世の中を変えてよく変えていきたいなと思っておりますので、皆さんもぜひご参加ください。はい、まずは投票を今受付中ですので
これはあの1回だけしかできないですよね。だからあの1回しかできない。そうです、はい、あのよく考えてから投票しないと後で変えようと思ってもダメなので、一通り全部の作品をできるだけ見ていただいてから1回投票いただければと、はいはい、ぜひ ご投票、お願いいたします。では、はい、これで締めますね。伊藤さんが締めるんですか。僕締めちゃっていいですか。はい、ぜひ、はい、はい、あのこういったあの、コロナ禍の状況ですけれども、感染に気をつけながらですね、引き続きあの間近で未来楽しんでいってください。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちましてテキストアライブ講座プログラミングコンテスト入選作品紹介を終了いたします。この後、感染症対策のため小座席の消毒に入ります。出口混み合いますので。